ダグラス C-54D 行方不明事件は1950年に発生した航空事故である。1950年1月26日に44名の自民を搭載したアメリカ空軍所属の C-54 輸送機がアラスカ州エルメンドルフ空軍基地から発進したが目的地モンタナ州グレートホールズ空軍基地に向かう途中で行方不明となった。 当時、飛行時間は8時間と予定されており、42から72,469号機は離陸2時間後の通信を最後に消息を絶った。実験直後より、アメリカ軍では史上最大規模の捜索を展開したものの、これまでに42から72,469号機の痕跡は一切発見されていない。この事件は、 アメリカ軍関係者の集団行方不明事件としては最大のものとされる。42から72,469号機は戦略航空軍団第2戦略支援飛行隊所属機であった。事故当時、乗員8人に加えて36人の乗客が登場しており、その中には女性1名と彼女の幼い息子1人も含まれていた。 最初に離陸を試みた際に4発エンジンのうち1つにトラブルが生じたと報告されたため、実際の離陸は予定より数時間遅れていた。同期はアメリカ合衆国アラスカ州アンカレッジからモンタナ州グレートホールズまでの飛行が計画されており、離陸から2時間後にはカナダユーコン巡州スナック上空付近を飛行している、胸の通信を行ったが、その後通信が途絶して、 行方不明となった。エルメンドルフ空軍基地グレートホールズ空軍基地、スナックに北米の地図モンタナへの42-72,469号機、到着予定時刻から1時間後、アメリカ軍による捜索救助活動としてマイク作戦が始まった。この作戦名は、基調カイルエル,エルマクマイケル注意の中から取られたものである。マイク作戦のもと、アメリカ及び、 カナダの航空機85機、人員およそ7000名が投入され、太平洋岸北西部の35万平方マイルを対象とする捜索が開始された。これらの航空機と人員は、かねてより予定されていた、アメリカカナダ両軍の合同演習、スイートブライヤー演習に備えて、北米に集結していた戦力であった。しかし捜索活動の現場では生存者や、 墜落の痕跡に関する誤報が相次ぎ非常に混乱していた。1月30日、捜索に参加していた第57航空団所属の C-47 輸送機45から1015号機が失速の後にマクククリントック3へ墜落し、死者こそ出なかったが乗員らが負傷した。パイロットは徒歩で 13km 離れたアラスカハイウェイまで移動し、 トラックを呼び止めて負傷者の救助を求めた。2月7日、捜索のために、エイールソン空軍基地から発進した第5 1 0航空団所属の C-47D 輸送機45から1037号機が、アイシヒク湖に墜落した。同期には10人の将兵が登場していたが死者はなかった。2月16日、カナダ空軍所属の C-47、 輸送機キロジュールマイナス936号機がスナック付近で墜落した。乗員4名はいずれも軽傷で済んだ。その後キロジュールマイナス936号機の残骸が42から72,469号機のものと誤認され、一時的な混乱が生じている。2月14日。 ブリティッシュコロンビア州で発生した B-36 爆撃機墜落事故の捜索、調査活動が優先され、マイク作戦は無期限中止となった。これは、同期が搭載していたマーク4核爆弾が紛失しており、42から72,469号機よりも重大な事故と考えられたためである。2月20日、公式に捜索の終了が宣言され、 42から72,469号機、搭乗者の近親者に死亡推定通知が送られた。2012年、行方不明となった軍人の遺族が単眼システム、ウィーザ・ピ People を通じ、連邦政府に対して、遺骨捜索の再開の単眼を開始した。ありがとうございます。